これは昔々の、まだ神様と人間が一緒に暮らしていた頃のお話です。酒の神ディオニソスは世界中を回って人間たちにブドウ酒の作り方を教えていました。ある日、ギリシャのアッティカ地方にやってきた時のことです。ディオニソスはイカリオスという農夫の家に一夜の宿を求めました。どこの誰とも名乗らない旅人をイカリオスとその娘エリゴネ、そして子犬のマイラは快く招き入れたのでした。贅沢ではないけれど、温かい心のこもったもてなしで、旅に疲れたディオニソスは優しい夜を過ごすことができました。これに感謝したディオニソスはイカリオスにブドウの苗を贈りました。そしてこれを栽培して酒を作るように勧めたのです。イカリオスは大喜びで早速苗を植え、やがて実を取り、教えられた通りにブドウの酒を樽いっぱいに作りました。それからこれを村人たちに振る舞ったのです。生まれて初めてのブドウ酒は、飲むと実に心地よくなる不思議な飲み物でした。村人たちは瞬く間に飲み干してしまいました。ところがあまりにもたくさん飲みすぎたため、ひどく酔っ払ってしまったのです。村人は今まで酒に酔うということを知らなかったので、イカリオスが毒を盛ったと思いました。怒った彼らはイカリオスに飛びかかるとめちゃくちゃに殴りつけました。驚いたのは犬のマイラです。何をするんだ、やめてくれ、やめろ。主人を助けようと村人にかかっては行くものの、荒れ狂った人々に跳ね飛ばされてしまうばかりです。そうだ、お嬢さんに知らせなくちゃ。マイラは急いでエリゴネを呼びに行きましたが、しかしエリゴネが来た時、すでにイカリオスは息絶えていたのです。エリゴネとマイラはイカリオスを手厚く葬りました。しかし父を失った悲しみに耐えられなかったエリゴネは、間もなく自らの命を絶ってしまったのです。お嬢さん。それからのマイラは、風が吹いても雨が降っても泣き続け、二人の墓の前から去ろうとしませんでした。そしてある日、とうとうマイラも。この様子を見ていたディオニソスは大層心を痛め、イカリオスを牛飼い座、エリゴネを乙女座として星空にあげました。そしてマイラは冬の星座の子犬座としました。マイラ、もう泣かなくていいんだよ。しかし星になったマイラは今でも涙ぐんでいるように見えます。この星はゴメイ座、泣き濡れた瞳という意味です。